こんにちは。栃木県足利市インテリア&キルトショップレンガでキルト講師をしています板橋由香です。四角いミニポーチ、今回はこちらの作り方をご紹介したいと思います。大きさが大と小ありますけれども、両方とも同じ作り方をしますので、今回は大きい方でご紹介いたします。ちょうど大きさが小銭入れ、それから鍵、飴、今でしたらエコバッグなども入れられるかなと思いますので、ぺたんこな分あまりがさばらないので非常に便利にお使いいただけるんじゃないかと思います。で、今回この新しいフリースタイルファスナー、これカラフルな色でいろんなものがあるので、それを選んであと生地と合わせていくだけでも楽しいかなと思います。こちらはご自分で好きな長さにこうハサミで切っていけますので、使い勝手がいいファスナーになります。例えば半端で残ってしまったりしても、右と左左右で別々の色、それからスライダーも別の色、そういった形で楽しむこともできるので、無駄にならず非常に楽しいファスナーだと思います。ということで、今日はこのフリースタイルファスナーを使った四角いミニポーチの作り方1回目をご紹介いたします。まずは表の生地、こちらを取ります。このような形で型紙を当てて2種類、こちら側がファスナー側、こちら側がこの本体の方になります。今回はあまり生地の縦地、横地は気にしなくても大丈夫です。キルティングも入っていませんし、本当に歯切れで残ったものを取れる位置で取っていただいても、極端なこと言うとバイアスでも大丈夫なポーチなので、歯切れの整理にもなるかなと思います。今回たまたまこちらの生地は、余裕を持って取れたので、ここを縦地に、この長い距離を縦地を通して取っています。三角はこちら、直角のどちらかが縦地になるように取っています。で、こちらを中表に合わせて縫っていくんですけれども、フリースタイルファスナーと縫い合わせをしやすいように、縫い代をファスナー側だけ 5mm、 これちょっと多めに取ってるので後で立ち揃えます。それから残りは 1cm ずつ、そういった形で取りましょう。作り方の最初の部分にも、本体、中袋ともにファスナー側の縫い代 5mm、 それから残りすべては 1cm というふうに書かせていただきました。ということで、残りすべて 1cm で取って、で中表に合わせて、ここは縫い切りで縫っていきます。ミシン使える方は是非ミシンで縫っていただいて大丈夫です。手縫いの方は手縫いで大丈夫です。縫い切りましたらば、縫い切りはこの印の外から外までですね。縫い切りましたら、このように表から見た時にファスナー側の生地が縫い代高くなるように倒します。で、倒しましたらば、この高くなった方の生地を端ミシン上からかけます。ミシンかけられる方はそのようにやっていただいて、手縫いで作りましょうという方は手縫いでステッチでも大丈夫です。こちらはちょっとこの色違いなんですけれども、こちらの配色を反対にしてみました。本体側を花柄、ファスナー側をこのようなムラ染めで作っています。ここの縫い合わせ手縫いでやって、でここにステッチをしていただいてもいいですし、ここはあえてちょっとこう刺繍糸で押さえるような形を楽しんでみました。で、このような形で本体の表ができましたらば、今度は中袋の方ですね。中袋の方は接着芯をつけていきます。接着芯のそのものの方に型紙を当てて1枚三角を取って、これは表と同寸になります。生地に貼ってからファスナー側を 5mm、 それから残りは 1cm 縫い代で取ります。で、中袋が取れましたらば、中袋、それからフリースタイルファスナー、フリースタイルファスナーはこの刃の方ではない方を縫い代の端と合わせます。それと本体ですね、表の生地と合わせて、このファスナー側の方を縫っていきます。ミシン使える方はここもジャッとミシンで縫っていただいて大丈夫です。手縫いの方は半返しもしくは本返しで縫っていただければ大丈夫です。半返しはこう返し縫いですねをずっと続けていくような縫い方です。本返しは隙間なく返し縫いを続けていくような縫い方で、きっちり糸を引きながら縫っていきます。ファスナーとそれから生地2枚3枚重なった状態になりますが、それほど硬いわけではないので手縫いでも十分縫いやすいです。端から端まで縫い切りましたら表に返して生地の方が高くなるようにアイロンで整えます。ここで今日のポイントです。フリースタイルファスナーは買った状態だとこのような形で非常に長いテープ状になっています。今回の四角いミニポーチのようなこうすごく辺のこう短いところに縫い付けるんでしたらば、合わせていただいたり定規に合わせてこうパチンと切ってそれから縫い合わせてしていただいても大丈夫なんですけれども、作品によっては距離が非常に長い部分につけたり、ピースワークキルティングなどで実際の寸法よりも作品の方が縮んでいたり、そういったこともあります。その場合は長いままつけてしまってそれから切る、その方が無駄がないです。もちろん寸法を測ってパチンと切ってそれからでもいいんですけども、つけてみたらフリースタイルファスナーの方がちょっと長めに余ってしまったとか、逆に短かったっていうことが起こってしまうかもしれないので、縫い付けしてから切るというのが一番無駄なくつけられると思います。今後もこのような形で手作りやパッチワークキルトに関しての情報を発信していきますので、ご興味のある方は是非チャンネル登録をお願いいたします。チクチク針仕事で癒されましょう。 Have a happy quilting。今回珍しくこのようなオレンジ系の生地を選んでポーチを作り始めています。ちょっと気持ちだけでもトロピカルな感じがしてワクワクしてきます。仕上がりが楽しみです。